県のトラック競技は男子 400m 準決勝であります。準決勝は2組3着プラス2で行われます。それでは準決勝第1組を申し上げます。1レーン緑川翔太郎君岩手、2レーン吉田蓮君福島高専、3レーン草野瑠衣君翔平、4レーン益子東真君福島聖啓、5レーン古川海斗君愛知、6レーン大友裕樹君平工業、7レーン斉藤文雄君福島商業、8レーン松本拓真君東真君。以上8名で行われます。前川では本日のスタートとなります。And